三重県によりますと、一昨日通市内の養豚場で飼育していた豚8頭が死んでいると報告があり、昨日国が検体を検査したところ、豚熱の感染が確認されました。この養豚場の豚およそ1万頭の殺処分は昨日夜から始まりました。三重県の鈴木知事は自衛隊に災害派遣を要請していて、殺処分は24時間体制で進められ。 今月24日までに終わる予定です三重県内での豚熱の確認は去年12月の伊賀市に続き3例目です